覧の皆様、こんにちは。極寺隼人役の一ノ瀬秀和です。沢田綱吉役の国分ゆかりです。リボン役のニコです。山本武史役の井上すぐるです。ぶっ飛んでるとことか、なんか喋り方も一緒だし、ニコだからそれはね、答えづらいよねそうなのかみたいな。なんかもう多分アニメを見てくれた人はあれがニコちゃんだと思ってくれれば幸いです。結構私すごいおっちょこちょいで、最近もさっきもトイレの前とかでうおーとか言ってこけそうになったり、何もないところでこけたりするような結構ドジです。で結構無気力で、ああもう歩きたくない、今日もだるいって言っちゃうような人なので、綱とは結構似ています。似てるところってはあんま思いつかないですけど似てないところはやっぱり極寺君っていうのはこう気持ちまっすぐな人なんで、あの人間っていうのはなんか少しはこう歪んだりしてるところがたくさんあると思うんですけど、あの子は多分歪んでないと思います。本当にストレートにまっすぐな、いい青年だと思います。彼をこれから、なんだろう、見ながらこう成長を僕もしていきたいと思います。そして似ている部分を作っていこうと思います。まあ、よく言われるんですが、いい人だって言われます。僕あの似てるところなのか分かんないですけど、でもそのいい人具合の差があって、なんだろうな、山本はなんかその考えなしにやってることがすごくいいことだな。僕は結構考えた末に気を使ってなんかいいやつっていう風になっちゃうんで、まあもう本当に考えなしに普通にそういうことができる山本がすごい素敵だと思いますね。ニコの見どころはもうリボンのコスプレです。毎回何になるのかお楽しみにって感じです。すっごい可愛いです。やばいです。今までギャグだったんですけれど、いきなりガラッと変わってかっこいい男の戦いになるので、そこはぜひ見ていただきたいです。あと毎週綱が死ぬ気になった時のパンツに注目してください。おお、それぞれのキャラクターがいろいろ立ってる部分もいっぱいあるので、そのキャラクターからの視点を考えるといろんな見方ができると思うので、まあ、それで楽しんでいただければありがたいなというのと、まあ、あとは極寺君の部下っぷりを楽しんでいただけたらありがたいなと思います。まあ別にバトル編に入ったからってその役がどうっていうわけじゃなくて、変わらずそのキャラクターの魅力はそのまんま出していきたいと思ってるんで、変わらず楽しんで見ていただけたらと思います。ものすごくぶっ飛んだいろんな個性的なキャラたちと面白いストーリーと、もう多分笑いが絶えない土曜日朝10時半になると思います。では絶対見てください。これからバトル編に入るにつれ、綱はどんどん成長していきます。さらにふんふん死ぬ気モードになったりもするので、楽しみにしていてください。番組は始まって、まあ、まだ間もないので、アニメ的にまだ1年生ですけど、まあ、僕らもできる限りの力全部出して、作品作ってますんで、また展開もどんどん変わってくるので楽しくなってくると思いますので、毎週土曜日朝10時半はテレビの前で見ていただければと思います。その日一日元気になれるような面白い話を毎回お届けいたしますんで、ぜひぜひ見てください。お願いします。